こんばんワッフル、こんばんワッフル、ワッフル、イエイ、イエイ、はい、金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今回も始まりましたアビスメイサ。このアビスメイサでは芸能事務所アビクションに所属している私たち佐久間しおり、相川智美、有田奈緒、筆川アンナ、あとはシークレットメンバーの、うん、5人の女の子で楽しい時間をお届けしていきたいと思います。はい、今回19回目、はい、ということでですね、今夜はですね、皆さん見ての通り、うん、あ、デレン、どうでしょう、これメンバーカラーでございます。はい、メンバーカラーのお揃いの T シャツをゲットしました。イエーイ。じゃあ私から行かせていただきますね。はい、アビスイエロー黄色担当のさくちゃんこと佐久間しおりです。はい、はい、アビスあ、じゃあ私も、はい、アビスピンクのおたんこと有田奈緒です。はい、アビズブルー担当あんちゃんこと木塚ワンナです。はい、今夜はですねこの3人でラジオの方をお送りしていきたいと思います。では、はい、アビズメイサースタート。はい、それではですね、はい、本日、うん、今収録させていただいてるのがですね、うん、7月の28日なんですよ。はい、28で、うん、去る7月の29日がですね、うん、ある方の記念日だったんですね。誰だ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 っていうことで、はい、アビスブルーの、アビスブルーアンナちゃんのですね、19歳のお誕生日でした。はい、イエーイ、おめでとう。アンちゃんおめでとう。19になりました。イエーイ、ね、じゃあ19歳になったということで、うん、アンナちゃん目標とか、19歳になったからこれがしたいとか、うん、抱負とかなんかある？はい、どうですか。やっぱ19歳といえば、うん、ラストティーン、ラストティーン、ティーン、それな、それな、ティーンエイジャー、10代若いねって言われるのもやっぱそう、もう最後、そうなんだよ、やだね、あ、耳痛い、耳痛い、耳痛い、やだね、うん、ってことで、はい、やっぱ19歳と20歳の境目でかいなっていう感じてて、やっぱ20歳になると大人っていう扱いに、うん、そうだね、逆に考えると19歳ってまだ、うん、ギリ子供、うん、キッズ、キッズ、ギリ子供ね、キッズかな、キッズじゃない、キッズじゃない、キッズじゃないよ、キーじゃね、ってことなんで、やっぱ子供のやるべきことといえば、うん、遊ぶこと、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。子供は遊びが仕事です。そうですね、ありがとうございます。遊ぶこと、寝ること、仕事、ね、めっちゃ働いてるからね。確かに確かに、働き者ですから、働き者ですからね、ということで、うん、やっぱり遊びたいですね。うん、成人する前に、うん、そうだね、10代を思いっきり楽しんでから、そうだね、そうですね、大人の階段を登ると、大人の階段を登りたいですね。あ、じゃあさ、じゃあさ、はい、今ほら夏じゃないですか、うんうんうん、ね、これからまたさらに夏真っ盛りになっていくわけですが、うんうん、なんか夏だからやりたいこととかある？あー、サマー、サマー、夏といえば英語、英語縛りなの今日、サマー、サマー、サマーといえばやっぱ、うん、サマーといえばやっぱ花火、花火、花火、花火ね、花火、いいね、いいね、そうそうそう、花火、めっちゃ綺麗だよね、そろそろ、うん、それこそ今週末、今収録してる明後日、収録してる日はね、明後日7月の30日が隅田川の花火大会だって、うん、もう綺麗だったんでしょうね。え、はい、あ、そっか、そうですね、そうだ、見た方がいるってことです ね、うん、ね、どうだったかな、どこで見たんですかね、誰と見たんですかね、誰と見たのかな、誰と見たのかな。まあやっぱ花火行くなら、うんうん、やっぱ浴衣着たいですよね、うん、浴衣、うん、ただ東京暑すぎない？暑すぎるね、死んじゃうんだけどちょっと、うん、いやでも浴衣自体はさ生地薄いじゃん、うん、そうだね、うん、頑張ろ、割と帯のらへんとかめっちゃ蒸れません、蒸れる、蒸れる、暑いのよ、めっちゃ蒸れて、東京何がすごいって湿度の高さね、そう、長野県民だからさ、カラカラなのよ、
暑くて も結構ねさらっとしてんの、うん、あ夜とか涼しいよね、長野だとね、そうだからすごいよ、うん、暑くてびっくりしちゃうよ、湿度プラス人口密度っていうのがあるからね、確かに都内は半端ないっすね、うんうんうん、でも浴衣着ていっても、うん、やっぱ屋台とか行っちゃうと、うん、なんか誰かになんかかき氷とかかけられないか心配だよ、心配しすぎか、心配しすぎか、すごいさ防御策張ってるよね、なんか焼き鳥とかなんかこうタレとかペラッとこう、いやいやいやあんまない、白い浴衣なのにみたいな、でもほら自分でもさほら、うん、袖が長いじゃない浴衣って、だから気をつけなきゃいけないから、女の子は女性らしくなるよね、うん、そうですね、うん、大股でこう歩けないですもんね、そうそうそう、重要ですよそれ、ちょこちょこちょこって歩かないと、ほらあれだよ、みんなの好きなギャップ萌えですよ、普段見せない感じね、ギャップ萌え、そう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 、うん、いいね、いいね、うん、浴衣、浴衣着たいね、はい、うんうん、え、なおちゃんなんかある、私は浴衣も着たいんだけど、うん、水着も着たい、水着ね、すごい可愛い水着、ただ着たいだけ、ただ着る限定焼けたくない、焼けたくないから、じゃもう室内で着るしかないじゃない、どういう状況、どういう状況、お家で何の遊びだよっていう感じだけど ね、 水着ね、うん、私も最後来たのいつかなって感じだもん、5年、うんうん、5年ぐらい前、そんなに、うん、来てない、うん、若かったあの時は若かったんだよそんなこと言われてもさそうなのよ、着よう着よう、いけるっしょ、そうだね、うん、いける、あ、じゃあさあさあ水着着よう、水着着るために、うんうん、私はこの夏の目標ね、はい、ダイエットします、お、どう、いいと思うよ、ここで宣言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 した方がね、みんな見てるから、そう、聞いてる、YouTube にも残っちゃうから、YouTube に残っちゃうから、ちょっとマニフェスト的な感じで、私何キロ痩せますみたいな、じゃあもう秋に発表ですね、秋、え、待って待って待って、早すぎ、目標はいつまで、あ、そうだよ、で、そうだね、うん、そこ決めないとやっぱね、秋、秋、九月、え、待って、9月にさ水着着ることになるよ、確かに確かに確かに、遅くない、ちょっと肌寒いかもしれない、じゃあ8月の最後の週とかどう、うん、じゃあそれで行こう、まあまあまあ、それで、うん、まあそれで許してくれる、うん、それで許してあげよう、ありがとう、うん、お待たせしました待って待って、もう水着縛りやだ、やめよやめよ、でもね、水着やっぱうち去年着たんだけどさ、うん、水着着たかった、着た、楽しかった、うん、海に行った、ただ黒い、うん、ただ黒い、やっぱ焼けるんだねみたいなまあね、日差しがね、それが辛いな、だってさ普通に生活しててもさ、うん、なんか日焼けするじゃない、そうなのよ、塗ってないとやっぱり、そうなのよ、だから海とかプールとか行った日にはって感じだよね、ね、終わった終わった、うち前焼けなかったのに なウォータープルーフの日焼け止めとか塗っても塗っても、うん、結局焼けてるっていう、ねえ、何なの、意味ないね、うん、意味ないねとか言っちゃいけない塗り直しが大事っていう ね、 ね、そう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 、日焼け止めはなんか本当は2時間おきとかにならないといけないんだよね、豆だね、豆豆 3時間、じゃあ3時間でお願いします、うん、はい、じゃあもう美の秘訣は豆であることってことですね、本当だよ、うん、今年の目標、うん、白くなる、白くなる、白くなる待って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 、なる、今の色からさらに白くなるとちょっと白くなりたい、白人になりたいよ、うん、白人ね、よし、いやまあまあ綺麗だよね白人の人って白人ね、でも、まあ、そうだ ね、 そうね、あれじゃない、うん、あの雪国とかに住んでる人ってさ、うん、色白い人多いよね、あれ北海道とかさ、あ、そ、長野の子とかさ、あれ長野の子、私の友達白かったよ、あれ長野、あれ、え、ちょっと待って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 、でもでも待ってください、私の長野の子の友達はほんと白い、うん、だからその子と会うたびに、うん、白いわって連呼して、うちも頑張ろうって思ってる、うん、まあでも努力は大事よね、大事よ、あのさらに白くなるかどうかわからないけれどもわかんないけど、うん、頑張っていこうっていう、そう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 、そうですよ、でも飲む日焼け止めとかもありますよね、あるよね、え、あるの、ちょっと怖いよね、なんか本当に錠剤で大丈夫、飲むとちょっと怖いよ、え、どうなんですか、私も去年知って、うん、買うかすごい迷って、うん、結局買わなくて、うん、もうそしたら今年になったらなんかよりもう知れ渡ってて、え、今知った今知った今知ったもうなんかすごいいろんなモデルさんとかもなんか飲んでますみたいな、それ怪しい、なってて、なんか時代は変わってるね、みんな飲んでんのかなと思って、いや、わかんない、ちょっと怖いから、そうなんだね、まあ、どうなんだろうっていう、ビタミン C、なんかとりあえず食べよっか、うんうんうん、食べよっか、食べよっか、ダミー食べよっか、肌にいいものをね、うん、まあでもほら一般的にですが男性も色白の子の方が好きっていう子が多いっていうのを聞いたことがありますので、
ね、一難隠すってやつですね。そうですね、はい、うん、大事ね、大事、色白くする、なおちゃん、うん、はい、何したい何したい、みんなもっとやりたいことあるんじゃないの、みんなの胸の中にたぎってる思いをさ、ここでさ、うん、言ってよ、何したい、したいこと、うん、夏だよ、夏、な、焼けない分かった、それ分かった黙れ黙れ、 OK、 分かった、焼けない、そう、ね、でもほら、うん、夏はさ朝も早い、早いっていうかほら日が昇るのも早いし、夜もね、うん、日が落ちるのが、ね、長い、うん、そうそう、明るい時間が、うん、それだから楽しめる時間がたくさんあるっていうのあるよね、テンション上がるね、うんうんうん、もう小学生の時とか、うん、もうあの夏になるとチャイムとかありました、あの街中のチャイム、うんうん、チャイムが鳴ったら5時のチャイム、お家に帰ってきなさいっていうのが、うんうん、夏になるとちょっと伸びるのがもう嬉しくて、1時間ずれない、確かにずれるね、冬は4時になるけど、うんうんうん、夏は5時になるね、そうそう、なんかもうちょっと長く遊べるぜみたいな、そうだ、ふうみたいな、うち夕焼け小焼けだったよ、あ、一緒、あ、一緒、一緒、あ、そうなんだ、夕焼け小焼け、あ、マジか、嘘、流れないの、田舎やべ、長野は田舎やべ、体内時計、体内時計、なんかうーみたいな、サイレンだよ、トイレ、怖い、音楽じゃない、辛い、辛い、辛いよ、空襲警報みたいになってる、ちょっと待って、ちょっと辛いね、びっくりするね、辛かったね、そうね、変だなって、まあ、ちょっと思ってたんだけどやっぱ変だね、あ、ここでも地域差がね、うん、はい、田舎だからな、まあ、田舎あるある的なね、田舎あるある、うん、あ、うちね、ひまわり見に行きたい、で、行くことにした、うん、え、それはどこへどこ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 いきなり、ね、山梨、え、違う、あのなんだっけ、昭和記念公園に、はいはい、ずっと行きたくて、うんうん、そしたら友達がひまわり見に行きたいって言うから、うん、行こうっつって、うんうんうん、行ってきます、いいね、夏じゃん、私も去年座間市のひまわり畑を見に行こうと思って、うんうん、もう友達ともうこの日に見に行こうって言って、うんうんうん、もうアルバイトも、ね、休みを合わせて、うん、でもう友達が一眼レフを持ってて、うん、素晴らしい、でもう写真を撮って、うん、もう行こうってもう楽しみにしてたら、うんうん、当日土砂降りの大雨で、ショックで行けなかったっていう、そうなんだ、行けなかったんだ、じゃあなおちゃんは今年は晴れるといいね、そうだね、天気につかないと、そうだよ、いいね、ひまわり、夏じゃないですか、うん、夏だよ、なんか今日すごいいい締めくくりじゃない、めっちゃいいほらほら、さすが、すごいよ、いい、これですね、そう、腕ですね、これですMC のやっぱり、ね、上がってきてると腕映ってないっていうねはい、はい、じゃあね、時間がやってきてしまいましたので、うん、なおちゃん紹介お願いします、はい、はい、それではこちらの番組へのお便りメールは789@kfm789.co.jp789@kfm789.co.jp ファックスの方は0356705332までです、はい、またこちらのラジオの収録が葛飾 FM さんの YouTube アカウントでご覧いただけます、はい、はい、今回の放送分は22日月曜日にアップされますので、皆さんぜひ検索してみてください、はい、22です。22ですね。ぜひ見てください。見てください。いいですね。じゃあ皆さん、はい、お願いしますよ。じゃあ最後のご挨拶いきましょう。はい。それでは、バイバーイ。